ってこれ、これだってテイク2なんだよ。さっきやったらさ、ちょっと先生テンション低いからもっとテンション高くしてくださいって言われたんで。っていうか、ヒロ君からもらったの、これ見て。ほら。よだれかけ。ありがとうございます。ね。これをまた自分の息子につけてヤクルトファンにする。でも弱すぎて。ね。もう <laughs> <laughs> それがと。はい。ていうことで、皆さん、シーズン3、ユうてら、ゼロから世界史。来ちゃったよ。 なんか、シーズン2でやめるつもりだったんだけどな、おかしいな。3ニーンだし、これはね、なんでやることになったのか、皆さんが見てくださるからですよ。だからですよ、もうみんなが見て、もっともっとって感じに思っちゃいます。それが、グッドボタンです、皆さん。<laughs> グッドボタン来たから、こんなにグッドボタン来るなら、これはやりたいなと思うんですよ。もっと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 、みたいな。ってことで、頑張ります。ね。えー、ライバルライバルは、中田くんかな <laughs> 中田君とか言って知り合いでも何でもないのに。ね。ということで、えー、頑張りますのでよろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、シーズン3は世界文化史なんですよ。えー、カルチャーです。でね、まず、あんま文化史って面白そうじゃないじゃないですか。そうなんですよね。で、ちょっとそれを皆さんに最初、オープニングでお話ししてから、それから黒板の方で話そうと思うんです。ちょっと見てもらっていいですかこちらです。えー、第0項はプロローグです。 つまり、実際に話すんではなくて、世界文化史って、いわゆる高校生はどうやって学んでいるのかっていう。それを皆さんにお話しした方がいいかなと思うんですよ。で、なんでかっていうと、およくもとにかくね、ないないづくしなんですよ。ないないづくしってわからないでしょ僕ね、六大ないって呼んでるんです。ちょっと見てもらっていいですかないないづくしの世界史学習っていう。<laughs> で、まず一つ、これは特に文化史ですよ。通史じゃなくてね。 まず文化史っていうのは、各単元のお尻にちょい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 出てくるんですよ。これが日本史とはちょっと違くて、日本史みたいになんとか文化っていう単元があるわけじゃないんです。あるのはルネサンスぐらいなんですよで。なので、もう面白くない。もうそれがまず第一、高校生から見るとそう、面白くない。ただ覚えるだけだろう、みたいな。で、面白くないからわからないんですよね。わからないじゃないですか。分からなかったらそんなのもうやってても意味がなくなるわけですよ。 だから覚えられないって、こうなっちゃうんですよ。つまり、面白くないからわかんない。つまり、覚えられないっていう。もう、ないないづくし。これが三大ないです。特に文化史ね。まだありますよ。さらには、終わらない。つまり、これは僕もそうだけれども、今、通詞からやったじゃないですか。やっぱ、文化史と通詞を一緒にやると、なんかやりにくいので、じゃあ、政治史だけ先にやりましょうって、先に通詞、政治史やっちゃうわけですよ。これは学校の先生の多くもそうだと思います。 で、文化史は、じゃあ、プリントでね、なんてやるって、実際に黒板で文化史を説明する先生は、とてもとても少ないと思います。まあ、文化史っていう授業を取らないから。だから、終わらないっていうのは基本なんですよ。で、終わらないからどうなるかっていうと、まあ、基本的に、えー、プリントで配ることになりますから。プリントで配るから、ストーリーがない。ストーリーがなかったら、わからないですよね。覚えられないですよ。だって、単語ただ暗記するだけですもん。だから、興味もなくなっちゃうんです。ほら、出た。ないない尽くしの。特に文化史です。 では、これをどうしたらいいんだろうこんなないない尽くしだったらもう世界文化史になってやっても意味なくないってなるわけです。だからよく生徒さんが言うのは、これを覚えてどうすんのって。一番世界史の先生が生徒に言われたくないやつですね。先生、こんなのやってどうすんのって。そう。こんなのを覚える必要はございません。もし覚える必要があるとするならば、 受験をする人は覚えなきゃいけない世界史で。特に文化史がいっぱい出る大学を受ける人は。それ以外の人。例えば今皆さん見てる、多分これは学び直しで社会人の方がたくさん見てると思うんです。覚える必要なんてさらさらないですよ。じゃあ覚えなかったら文化史の話を幸男が今からするじゃあこんな話聞いて何の役立つのってって覚えなくてもいいものを話聞いたってそんな何の役にも立たないじゃないですか。はい。 立ちません。<laughs> 立ちません。ただ、今から言う条件に当てはまらない人は役に立たないです。じゃあ、どんな人なのか、ちょっと見てみましょう。いきますよ。こういう人は役立ちません。でいらないってことです。世界文化史。まず一つ。一生海外旅行に行かない。<laughs> いらないですね。二つ目。海外からなんか展示会が来るじゃないよ。例えば、平和洋が来るとか、ピラミッドのなんかが来るとか。 あと、絵画が来るとか。ねえ。えー、全く興味ない。行ったりしない。絶対博物館に行かない。西洋美術館とか絶対行かないみたい。そういう人、いらない。三つ目。日本の外交文化、外来文化。例えば仏像。あれ外来文化ですよ。もうあんなも全部興味ない。ね、全然お寺なんて全然行かないし、仏像なんで興味ない。見たくもないみたい。な全然行かない。そういう人は、全くいらない。四つ目。 SNS でよく配信されるじゃない海外の写真。全然見ない。あんなの興味ない。全然見ないって人。この4つ、ね。すべてに当てはまる人は、ユーテラ世界文化史、シーズン3はいりません。ね。でも、この4つよく見てください。この4つすべてに当てはまる人。大人ですよ。<っ>つまんない大人ですね、これ。 つまんないこれ待って全部頭の人めっちゃつまんない人ってことで面白い人になるために是非見ていただきたいというふうなのがこの私のシーズン3の目的です。 いいですかだから別に教科書通りに話すわけじゃなくて面白いところだけカイツまンで話すいうことになると思います。で、えー、今回のやり方としては電子黒板先、その後最後に黒板という形にしようと思ってるので、毎回こんな感じでやろうかなと思ってるんで、一個こうやって写真を見てます。おー、綺麗だねって言った時に、これを見たいと思うでしょそう思わせることが僕の目的ですから。綺麗でしょだってこれ池があって、ね。これは、 スータン・アフメト・モスクと言って、別名ブルー・モスクって言うんですよ。これ中がブルーって、<laughs> 全然ブルーになってないんですけど。で、これで、いわゆるまあイスタンブルにあるもの。こういうのをこう説明、まあ、今回はたまたまですけど、説明していって、ほら、どう見たいでしょみたいな感じで、その文化に合わせて、ギリシャ・ローマだったらギリシャ・ローマのものとか、こうやって出しながらやっていこうと思っています。例えば、今せっかくだからイスタンブル出たんで、これ、これ僕が撮った写真ですよ。綺麗でしょこの夜景。これが有名な、あ、間違い。 これがイスタンブルの街です。わかるで、向こう側が旧市街なんですね。で、ここにもモスクがあります。一体何なのか、名前見てみましょう。まずこの夜景。これがハギアソフィア聖堂ハギアソフィアってギリシャ語。聖堂だから教会なんです。だけど、トルコ語だとアヤソフィア。モスクになってます。だって、教会だったらこれいらなくねね、後でこれ、立つんだよね。これやったもんね。通信でね。で、これでモスク化された。 素晴らしいものですよ。でも今いろいろあってね。で、中に入るときにもいろんな問題点はあります。この辺はまた後でのお話しましょう。で、こちらがガラダ島から見た旧市街とスレイマンマスク。スレイマン伊勢の話は通信でやっています。ぜひ見てもらえればと思うんですが、こういう風なものを紹介し、そしてそれでお話をしていくという形になります。だから、ここに出てる写真と黒板は別に一致はしません。 時代は一緒。文化は一緒だけどね。話が繋がることはないので、あくまでも興味を持ってもらうものと思って見ていただければと思います。ってことで、えー、今回はプロローグ。では、黒板の方で何を説明するかというと、実際に高校の教科書ではこんな感じの文化が並んでますよと。で、その文化の中でどういうのが特徴なのかを全体的に、まあ、見てみようっていうんで、見てみようと思います。それが今回のプロローグ。そして第1項第2項と始まっていくと思います。さあ、それでは黒板の方行ってみましょう。こちらです。どうぞ。 はい、シーズン3の黒板、初めて入ります。さあ、それでは、えっ、ー、と、今回はプロローグなので、えー、最初のね、あの、電子黒板の方で話したように、一体どんな感じで高校の文化史、世界文化史っていうのは教わってるのかっていうのを、まず一回知っといた方がいいと思うんです。 で、ここから、え、1校から、ま、12校ぐらいまでを目指してやっていこう。あまり長く言うと、ね、先生また20校って言ったのに20校までやってくださいよって言われちゃうので、ま、12校ぐらい。<laughs> ぐらいだと思っていればと思います。さて、えっ、ー、と、え、いわゆる学校の世界史の教科書っていうのは、え、政治史、社会経済史、文化史っていうふうに明確に分かれてるわけではありません。 これは日本史の教科書だと比較的文化史の章とかっていうのがこう明確にわかるんですが世界史は日本史と比べてみると文化史の量っていうのは非常に少ないんですねだから政治のおまけみたいにくっついてるんですよだから良くないっていうのはさっき言った通りなんですがだけどもそれだとわかりにくいので実際にだったら整理したらどんな感じの文化になってるのかっていうのが実はこれなんです <laughs> 今日ちょっとテンション高い <laughs> 久しぶりだからね、久しぶりなんで。疲れてんだよ、なんか、毎回毎回。ね。で、ちなみにこれが今みんな見てもらった、目次です。で、えっ、ー、と、ちょっと見ましょうか。西洋史の文化っていうのが、たいこの番号はちで置いといたとして,て、こんな感じで西洋史で流れているわけですね。で、東洋史もこんな感じ。あ、東洋史の中の、東洋史の中の中国史。 中国文化しねよいしょは、まあ、こんな感じになってるだから見て分かる通り時代別になってるのが分かりますでこの西洋史と東洋中国史の中に入っていないものがまあその他ということでこんな感じになってるイメージはこんな感じじゃあちょっと一個ずつ見てみましょうかえー、とまず西洋史の方まあ時代的に言うとギリシャヘレニズムローマだからこれが古代になるわけですね もちろん人々の名前がいっぱい出てきて、すごいたくさん文化人いるから、で、それを覚えるっていうのが、まあ、高校の、えー、世界文化史の特徴なんですよ。もうこの辺でみんな嫌になっちゃうんですね。で、少なくとも、これ文化じゃなくて、政治上でも、ギリシャの政治家っていっぱいいるじゃない。で、ローマには皇帝がいっぱいいるでしょ。 さらにその後ろに文化史がくっついてるんですよ。ギリシャの政治の後にギリシャ文化、アレクサンドロス大王のところの時にヘレニズムの文化、ローマの文化ってくっついてるので、もうとにかくここの時点で量が多くなっちゃって、もう文化史なんてめんどくさいっていうふうになるのが普通です。で、次に出てくるのが、中世ヨーロッパ文化。これはなんでこういう題名になってるかというと、中世っていうのは西ヨーロッパと東ヨーロッパって別な文化なんですよ。 だけれども、同じ単元でやっとかないと、中世ってひとまとまりで勉強するじゃないですか。なので、実はこの中っていうのが、西ヨーロッパ、東ヨーロッパっていう文化の分け方です。まあ、あえて言うならば、もう皆さん分かっている通り、西ヨーロッパの文化っていうのは、ローマカトリックの文化ってことです。宗教文化ですよ。で、東ヨーロッパの文化っていうのは、東方正教会の文化っていう。つまり、中世っていうのは、キリスト教の文化だと思えばいいわけですよ。主にですよ。 もちろん大学とかも出てきますけど。そしてご存知、ルネサンス。これはやってますもんね、ユーテラでね。なので、ユーテラのシーズン1の方でやってますから、もう少しルネサンスを細かく見たいのならそちらを見てくれればいいんですが、これっていうのは、まあこれ中世でしょこれっていうのは近世になります。まあ近世の幕開けでね。で、ここで大体想像できるのは皆さん知ってる、例えば大航海時代、宗教改革。 それはこの辺に、この、この、この辺りです。このルデサンスの終わったこの辺の自体がそれになるんです。そして次の段階に来ると17から18世紀のヨーロッパの文化。例えば、えー、建築とか絵画で言うならば、宮廷文化なんて言う言葉を使う。なんでかって言ったら絶対王政の時期だからです。だから今ここで書かれている17世紀っていうのは、まあ特にフランスとかで多いんだよね。絶対王政期の文化。 で、18世紀っていうと、これは西側と東側があるから。だから、いわゆる西洋の方の絶対王政の文化と、18世紀っていうところは1700年代でしょで、1700年代で皆がこう、言うてらで教わったなってなると、マリア・テレジアとか、フリードリヒ2世とか、そしてアメリカ独立、フランス革命。これが18世紀です。なんでそうなってくると、こっちの方はどっちかというと東側のヨーロッパ。 ま、時代的に分けるならばそういう分け方なんです。だけど、この頃から文化の幅が広くなります。この幅が広くなるってイメージが多分分かんないと思うんですよ。どういうことかって言ったら、例えば、文学がある。絵画がある。ね、建築がある。これ後も全部同じ。ある。さらには、えー、思想がある。 哲学がある。ね。経済学がある。そして科学がある。わかりますだから、世界史をやったことのない人が、文化史ってなんで蔑まされてるのと。その世界史の勉強の中で。それは蔑まされるでしょう。だって、こんな種類があったら、まず生徒は覚えたくないし。しかも、 なんで世界史なのに哲学思想ってこれ理理じゃんみたいなってなるわけでしょ経済学ってこれ世界史なの経済じゃないのみたいなこれ政治経済じゃない科学ってこれえ科学これ理系じゃないのみたいなってなっちゃうんですよだから僕がよく全然知らない一般の人と喋ゃる時に「先生ってよく知ってますね」本当に物知りですねって言われますけど「物知り」なんかじゃなくて本当 うっすっ、うっすうっすっくしか知らないですよ。だから、なんか、どっちかっていうと、下かぶりみたいな感じです。で、突っ込まれちゃうと、そんなに深くなんて学んでないので、わからないわけですよ。ただ、例えば、科学の先生、科学の亀田先生とかで喋ってると、え サトちゃん、よく知ってるねって言うと、いや、その人の名前までは知ってるけど、その人の理論の名前は知ってるけど、理論は知らないみたいな。だから例えば、アインシュタインの相対性理論知ってますよ。1905年知ってますよ。だけど、わからない <laughs>。それがなんかわからないんですよ。それでもテストは取れちゃうわけです。でも、それを全部覚えちゃったら、それこそレオナルド・ダ・ヴィンチでしょ、それじゃ ね、俺そんな頭良くないし。だから結局薄く広くなんとなくちょっと知ってるね。だから言ってるじゃないですか。ちょっと物知りになっただけでこれが、まあ、酒のつまみになるかどうかわからないけど、で酒飲みながらこれが話題になるとは思えないけど、でもそういうのがちょっとだけ知ってるってことってなんか良くないですかで僕は思うんです。こういうのを子供たちが学んだ時に全部覚えるんじゃなくて、この中から、お 僕はこれ興味あるよ。あ、僕はこれすごく面白く思った。いや、僕はやっぱりこれだよね。ってなったら、そこを後で、まあ、例えば高校卒業してから、社会人になってからいいじゃあ趣味みたいにして、そこを掘るんですよ。世界してそのためにやるわけですよ。これを覚えるためにやるんじゃなくて、自分っていうのは本当は何にフィットしてるか。だかこれは子供を育てる時と同じかもしれないけど、子供は最初は選べないわけですよ。 だから選ぶためのものを並べてあげて並べたところから選ぶんです。ということは並べるという作業は親がやらなきゃいけないわけじゃないですか。ああなんかちょっと知ったかぶりですけどごめんなさいねなんかちょっと子供が2人できただけでこういうふうに、ね、生意気なこと言ってほんとすいません。ほ、ね、んと申し訳ないですけどだもうだひらくんの方が先輩ですもんだって、ね、だ僕の上の子がひらくんの下の子と同じ年。こんなもう大先輩です。もう土下座ししなないといつもすまませんお世話になってまして っていう感じですよ。わかりますだから、これはあくまでも並べてあげてるんで、全部を知る必要はないんですよ。その中から自分が気になるものをチョイスして、だから経済学の道行こうとかさ。じゃあ、やっぱりこれ面白かったから、じゃあ思想哲学面白いよって。だったら、じゃあ終わった後、どっかで倫理勉強してみようってなるわけじゃないですか。そのための入り口なんだってことなんですよ。世界史ってそういうものです。幅広くやってるって考えれば、やっぱり薄いのよ。 日本史みたいに濃くて、すごく細かく知らないといけない教科ではないっていうのはみんなもなんとなく分かってたと思うんです。だけども実際に出されちゃうと、だってここに人がいっぱい並ぶんですよ。すんごいいっぱい。だからそれは確かに辛いだろうなっていう感じですね。で、この同じことが実は5番と6番に言えるんですよ。だから5と6、3、5、6は同じです。結局これだけあるんです。全部。分かる言ってること。つまり、こうなって、こうなって、こうなってるんですよ。 だから本当は、その世界史の文化史を勉強するときっていうのは、こうやって勉強するよりは、ここの絵画と、ここの絵画と、ここの絵画を撮ってやった方が面白いわけじゃないですか。わかります言ってること。ここの建築と、ここの建築と、ここの建築を撮ってやった方が面白い。だからこれやったじゃないですか。西洋建築史。面白いでしょだから、僕はこうやって勉強する方が楽しいんだって僕は思ってるわけですよ。 でもなんで思うかっていうと僕はある程度全部一通りやったから自分はこことここが面白いけど僕はこれは苦手ですねやっぱりね <laughs> こういうのは相澤先生にやっておかないとちょっと僕には分からないんですよっていうことです分かりますねだから今回は皆さんに提供するのはこの表面のところを提供するわけですだからそれを皆さんが知ってもらってはやっぱ俺ってここのところ面白いからここもう少し深く追ってみようよっていう風になっていくんじゃないかなと思いますただ,ただ4番に関してはもう分かるところは科学ですから だ産業革命ですよで影響ってことはこれはものがいろんなものを作るようになってで労働者と資本家っていう、まあ、分かるこう上と下の関係ができるわけですよ産業革命でそうするとなんか問題が起こるじゃないですかそれが世に言う社会主義思想なんていうのが生まれるのは実はこれなんですよこれこれこれなんですっていうことをまあこれは実はやってるんですテーマでねなのはまあやらないですけどだから今回は今言ったみたいな見方をするんだってことは知っておいてくださいグッね じゃあ、東洋史見きましょう。えー、東洋史に関しては、もうこれはもう見た、見た目わかるの簡単です。つまり、中国の王朝をやったら、必ずその中国の王朝の単元の最後に文化がつきます。わかる東文化、宋文化、元文化、民文化。それだ、もう分かんなくなっちゃうよね。そうなんだよ。でもテストってどうやって出てくるかって言ったら、じゃあ民の文化だけが出るとか、唐の文化だけが出るというよりは、 どっちかっていうと、唐から元の時代のものの文化がぽいと出てくるから、なので、こう、受験生たちってのは困っちゃうわけですよ。あれ、どこの時代の文化だっけなって。だからやっぱり中国史の方っていうのは、なかなかこの一個ずつで勉強するっていうのが難しいってい面白くないんですよ。だからね。だって一つの時代の特徴だけだもん。だからどちらかというと、縦、つまりテーマ史で勉強することが多いんですよ。仏教史とか、もしくは儒学史とか、ね。 書道詩とか中国絵画詩ってやった方が面白いんです。量もそんなに西洋詩と比べて多くないので。ただ、今回のユーティラではもちろんそれはやりません。ユーティラやっぱり教科書別にやっていくっていうのがこのゼロから世界史なので、一応分けるイメージで、ね、イメージとしては、そうですね。えー、っと、この、この中国の古典文化っていうのは、みんなの、皆さんがよく知ってるやつだとこれでしょう。 な書百科ですよちょうど今はね「キングダム」が流行っていて私も「キングダム」は見てますよ。ねえ単、ー、行本も見てるし雑誌も見てるしね映画はちょっと面白い名前は見てないですけど、えー、アニメは見てるしであの中でちょいちょい出てくるんですよ書士百科の話意外と皆さん気づいてないかもしれないけどだって合唱作なんてあれ獣王家っていう書士百科のやつですかねでもリボクは出てこないですけどだけどそれっていうのがこれなわけですよ。 であとは、えー、皆さんご存知真の始皇帝」かなり <laughs> かなり悪いやつですよ。<laughs> なんですけどまああの「キングダム」では悪くは映されていませんが、まあ、彼がやるその「文書公寿」っていうね儒学者を400人生き埋めにする事件があったりします。でああいうのも実は諸子百科の流れの中で出てくる話その辺です。あと漢の文化ぐらいまでかな。だからイメージから言うと多分この辺でひとまとまりになるんじゃないかな。 でここから安定だもんね345っていうのは王朝がしっかりとここだってバラバラじゃん。なのでここが安定している国なのでその安定している国の特徴これは何かって言ったら結局党の国の様子わかります当ってどんな感じだったか覚えてます、うん、<laughs> 全然分かんない全然分かんないつまり皆さんと仲良く。 皆さんと交流。皆さんとつながる。しかも全部、党のもの。党のものをどうぞ。党のもの、党。中国のもの、どうぞ。あ、来た来た来た。どうぞどうぞ,どうぞ、みたいな。インターナショナル的な国家だでしょで、そうっていうのはそうじゃないじゃん。え、逆じゃない。え、何言ってるか分からないね。そう、そうっていうのは、党みたいなんじゃなくて、結局、周りが自分たちの言うことを聞かない人たちなので、もう中国は中国だけの、 自分たちをしっかり持とうっていうまあ国粋的な感じになるわけですよ。ってなると文化に違いが出てくるわけじゃん。その違いを知りましょう。この相違を知りましょう。ってなるわけでしょ。だからこうやって文化を勉強するときには文化だけじゃできないし文化を先にやることはできないわけですよ。だから分かりやすくすること。つまり党の文化をや党の,党の政治をやって党の文化をやる。 その政治をやって、その文化をやる。で、党と総を比べるっていうふうにやらないと、本当のことが分からないわけですよ。でもなんでこんなことやるのって分かるじゃん。学校にいるじゃん。党みたいな人とか、総みたいな人。分かる常にこうやってやってる人と、こうやってやってる人と。これ2種類ですよ。どっちがいいわけじゃない。それぞれに特徴があって、それぞれにいいとこと悪いところがあるみたい。じゃあこれは何が違うのってこれだってモンゴル人。 モンゴル人が支配し、中国人を支配したんでしょこれ全然違うじゃない。形が。だからこういうふうな政治上の違いが、文化での違いがに出てくるわけですよ。だからこそ、この相違を学ぶことによって、覚えることじゃないですよ。学ぶことによって、あ、こういうふうな感じの国はこういう文化になり、こういう感じの国はこういう文化が流行るんだってのがわかるんです。これっていうのは、現代にもつながるんですよ。 やってみましょう。ね。さあ、そしてその後です。6と7。これ意外とね、一緒にやっちゃうと多いです。単元だと民をやって、真の前世紀までやって、民、真文化っていう形になります。ついでに面倒くさいから現代史もやって。まあ、大体中国はこんな感じでまとめていくと、まあ、民と真ってのはそんなに違いはない。これがね、こっちは異民族じゃない。こっち中国人の文化でしょなのにあんまり変わらないんですよ。 で、それはここと違うじゃん。だってこれも中国人異民族、中国人異民族。ここは全然違うのに、ここは似てるんですよ。わかりてることだから、真っていう国はうまかったってことなんですよ。だから文化を変えるということは、支配されてる方に不満を持たせるってことになりませんかだって今までの自分の文化が上から押されちゃうわけですよ。で、それと比べて、民と真の文化は似てるねって俺言ってるじゃないですか。似てるんですよ。 ということは真の支配者たち満州人たちっていうのは中国人のこと気持ちをうまくこう使ってで文化までも認めることによって上手にやるもちろん認めないものもあるようまいんですよだから文化史勉強した時にあれなんで異民族の支配なのに同じなんだろうってうまいんですよじゃなかったらだって300年近く持ってる国ですよそれなかなかできないってやっぱりそういうところがうまいんだろうなと考えてくれればいいと思います さあ最後です、えー、最後はその他になります、まあ、東洋史になっちゃうんだけどねで、えー、と実は東南アジアジの文化はこれもやっています何かって言ったら遺跡ですよアンコールワットバガン遺跡ボロブドゥールね、えー、チャンパーのミーソン遺跡全部やりましたなのでこれはまあ今回はやらないのでまあこちらの、えー、ユーテラの方の、えー、シーズン1の方を見てもらえればいいんじゃないかなと思います ででインドの文化これもやったんですよねなぜやってるかというとインドの古典文化あのヒントとか仏教が出るところそれはこっちでやってますでさらにはイスラムが入ってきてインドのイスラム文化が出てくるタージマハルとか細密画ミニアチュールとかこれやってますでしょなのでこれもだからもう通信の中でできてるでオリエント文化っていのはもちろんそれはエジプトですよそれはメソポタミアですよ もう散々いいいいっっっぱぱだユダヤももそううでしょいっぱいやってますよもうこ,こ,こちらですって言ってあげたら切りがないのであげてるかどうかわかんないけどこっちがいっぱいねなのでこれもやってますでアフリカに関してはイスラムのところでちょっとやってるトンブクトゥーだスワヒリ語だ、ね、あとはクシュジンだってこれちょっとだけやってますだからどっかで一回もう少しちゃんとアフリカ文化はまとめなきゃいけないんですね で、実は文化的に言うとやってないのは朝鮮なんですよ。朝鮮は政治で随分こう引っこ抜いて、多分この辺で朝鮮の文化ってやってると思うんで、ちょっとまとめて朝鮮見たい人はこれをまとめてみるか、えー、森哲くんが多分後で朝鮮だけまとめてくれるかもしれないんだけど、勝手に言っちゃいけないの。で、やれば多分わかると思うんです。そこでは文化出てこないです。だからこれはやらなきゃいけないかもしれないですね。ってことで、まあ今回の文化史っていうのは、こういう感じの見方をしていくんだってことを、 思ってください。だからまあ皆さんが楽しんで見てもらえるように、えー、教科書的な,なんか字面を読んでいくようなそういうものは僕できない。<laughs> もうそういうの苦手なのです。とは言っても文化史ってストーリーはないですからね。なので皆さんがこれから生活していたりちょっとしたこういうふうな興味を持つならどれに興味を持ちたいのかなって考える時にヒントとして え使えるようなところをやっていこうつまり面白いものをここからピックアップしようと思うんですよだから全部やらないですもちろんもちろん例えばここの時代はこういうのが面白いからここでちょっと言ってみますねとかここはこれでやってみますねっていうんでそれを毎回毎回やると大体12位ぐらいかなっていうふうに思ってますのでまあえー、どのぐらいかな半年ぐらいかけてゆっくりやっていこうと思いますので是非よろしくお願いいたしますということで、えー、今回の講義はここまで、えー、よかったら ぜひ、高評価、グッドボタン、ちょっと指上向いてますからね、ねえー、今、なんか倒してる、ほら、ひどいよね、最後終わるところで、こんな音して、聞こえたいわ、バタンって。<laughs> ということで、えーと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ、以上、まずプロローグはここまででした。おりにしましょう。バ、ま、バイバイ